伊藤純也さんの件なんですけど、今日もいろんなところでやってましたけどね、サンジャポとかね。サンジャポを見てて思ったのが、伊藤純也側の弁護士さん、加藤弁護士、他にもいるんですよね。なんか弁護士団みたいな感じになってて、みんなで検証してやってるって話なんですよね。しかもみんな顔出しして、テレビに出まくってるんですが、逆に女性側の弁護士さん、多分ね、高橋祐希弁護士なんですよね。YouTuber で出たがりのはずなんですけど、一切出てこないじゃないですか。しかも、今日になって、いや、サンジャポの取材とか、今後取材をお断りしますって、ちょっと逃げに入っちゃってるんですよね。いろんなことがなんかちょっと、っていう感じになってるのが、週刊新潮が、まあ、第2の矢がやらなく、で、デイリー新潮の方で週刊新潮のことをやったんですよね。弁護士がめちゃくちゃだ、みたいな、加藤弁護士のこと言ってるんですけど、三代目弁護士なんていう話をしてて、ね、で、それがスレッド立ててるんですよね。で、そのスレッドで、本スレッドの注意事項っていうのが出ちゃってて、昨日ぐらいから。被害者女性たちに対する売春婦、つつもた性、枕営業などの子供は、直球の名誉毀損で侮辱です。ここは匿名じゃない掲示板ですが、氏名を書かなくても察知可能なら不法行為は成立しますっていうふうに。まあ、そもそも、女性の方は、A 子、B 子なんですよ。わかんない人に対して、つつもたさん枕営業だって言って、名誉毀損とか侮辱になるのかねって思うんですけどね。それを言うんであれば、伊藤純也さんの方が、名指しでレイプマンみたいな感じの書き方を、週刊新潮にされてるわけですよね。どっちって、まだどっちも型がついてないのに、散々の書かれようですよ。まあ、週刊誌は散々書いてますよね。まあ、取材を尽くしたなんていうような名目で、まあ、松本人志さんに対してもそうだし、伊藤純也に対してもそうじゃないですか。でも、一般の人たちが、じゃあ A 子、B 子って誰よって名前出すよって本当は思って特定もしようとしてる人たちはいるんだけど、A 子、B 子に名誉毀損ってって架空の人かもわからないじゃないですか。匿名が匿名に対して言い合ってるだけでしょ。それで成立するのかねっていうふうに思う部分があるんですが、まあでもそういうことを書くってことは、要は、週刊新潮側として、世論を見誤ったってことだと思うんですよね。まあ要は松本人志事件のように、やっぱ世論が女性側に味方になるって思ってたのが、世論はどちらかというと伊藤純也側についちゃってる。そこに対して見誤ってて、ちょっと焦ってきてるっていうのを、ここのスレッドのこれに感じられる。のと、まあ、いろいろ出てるんですけど、フライデー、美濃屋がなかった。タイミングタイミングだけに一連の疑惑を報じた週刊新潮や女性、告発女性のヘイトが集まりました。伊藤側の、加藤弁護士がマスコミ取材に応じてでっち上げと主張していることも拍車をかけているのかもしれません。で、週刊新潮はダウンタウン松本人志での美濃屋、三年を繰り返し文春方式は取らなかった。それはなぜなのか。ここまでハレーションが大きくなるとは、新潮サイドも想定してなかったそうです。新潮記者個人への誹謗中傷も巻き起こって、それはもう名前出すべきだと思いますよ。当然ね。書かれる方だけ名前が上がって。で、ね、本人も名前出してリスクを負ってやりなさいよっては思いますよね。毎回ね。万全の準備ができるまで続報は控えたいと聞いています。決して二の矢三の矢がないわけではないそうです。これも僕はおかしな話だと思うんですよね。まあ要は想定してなかったってことでしょ。自分たちの方に飛んでくる。世間は伊藤純也バッシングに行くんだろうなって、松本人志のように行くんだろうなと思ったけど、いや違ったと。読みが甘かったっていうだけの話じゃないですか。まあそりゃそうですよねと思います。週刊誌売るがためにアジアカップに合わせてきて、アジアカップの日本代表自体を潰しちゃってるわけじゃないですか。それはもう怒りが、こっち側に向くのを分かってるんだけど、週刊誌を売る方に行ってしまった。それはなぜかというと、週刊文春に水を大きくあげられる。で、この二の矢三の矢が、もし松本さんのように文春がやってるような形で松本さんのように上がってるんであれば、別に打ってもいいじゃないですか。でもハレーションがこんなに大きくなるとは想定してなかったそうですっていうのは、そのハレーションをますます大きくさせるんじゃないかっていうような二の矢三の矢しかないって。それを打っても世の中、この世論自体はもう曲げれないっていうふうに踏んでることですよね、きっとね。M2 ではなく刑事ですから、密室かつ双方の言い分が違っている事案を大阪府警の捜査員が白黒はっきりしてなかなか難しい。数年前にジャーナリスト伊藤翔士さんが元テレビ局職員の男性を性加害で告発した
際も民事では勝訴となりましたが、刑事では不起訴処分となりました。そう考えると双方の立件はハードルが高いようになります。まあ両方不起訴になる可能性はもちろんあるんですが、松本さんとか伊藤詩織さんの事件とは伊藤さんの場合ちょっと話が違うんですよね。その松本さんとか伊藤詩織さんとかに比べると女性側が明らかに怪しいんですよ。半グレの匂いがするわけですよ。あの週刊新潮をもう一回僕は今読み直してるんですが、明らかに女性が怪しいんですよ。そこをみんなが感じ取ってるんじゃないのかなと思いますよ。だって伊藤詩織さんの場合はもう顔出しして言ってるじゃないですか。お金はあまり求めてないですよね。もう最初から刑事ですよね。松本さんの場合はもう何年も経ってやっぱりっていうことで文書に訴えてる。しかも二宮さんのように次々出てきてる。でも伊藤純也さんの場合はそれがあって3ヶ月後ぐらいにもうお金の話になっちゃってるんですよね。で100万じゃ足んねえっていうところで揉めて今度刑事告訴に踏み切ってるっていう、それはもうね、世間の人たちの見方は違うのは当たり前なんじゃないかなと思います。それについて週刊新潮の読みが甘かったということでしかないと思うし、もっと言うと週刊新潮はもう今ビビってるというか人間推しになってるんじゃないですかというところですね。女性側の弁護士さんがもう取材をお断りですっていうぐらいなんで、そこでもう逃げ入ってるじゃないですか。客観的な証拠はあると思います、虚偽技術ではないと確信しておりますっていうコメントなんですよね。確信しておりますなんですよね。虚偽技術は絶対ありませんではないんですよ。虚偽技術じゃないと確信しておりますっていう言い方はちょっと逃げ入ってるじゃないですか。あ、もしかしてこれ女性側やばいなというふうに感じてるからこそ言ってるんですよね。伊藤純也さん側の弁護士さんは 100% 起訴はないですって言ってるんですよ。性加害すらない、そんな話じゃない、もう何もないって言ってるんですよ、ここ最近を強気で。だからそこら辺で、週刊新潮はちょっと今逃げ腰になってきてるな、ビビってるな。向こう側の弁護士さんももう諦めたのかなと。